キャンピングカーに欠かせないプロパンについてお話しします。こんにちは。こんにちは、ドグリーコープです。この度もご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。今回はですね、キャンピングカー生活に絶対に欠かせないプロパンについてお話ししていこうと思います。プロパンが一体キャンピングカーの何に使われているかというところです。気になりますね。はい、使いどころとしてはコンロ、ヒーター、冷蔵庫、欠かせないこの3点ですかね。このプロパンがあるおかげで、まあ、私たちはキャンピングカーですごい快適に、暮らせるというか生活できるわけなんですけども、プロパンの入れ方についてご説明していこうと思います。どこでプロパンを入れれるのかということなんですが、まあ、基本的に僕たちはガソリンスタンドで入れていました。で、あとはキャンピングカー用のキャンプ場、つまり RV パーク、とか、あとは、まあ、トラックのうんちゃんとかが休むようなトラベルセンターみたいな、ところにもプロパンがありまして補給できます。で、形がちょっと様々で、まあ縦型のでかいプロパンのタンクがあったり、ちょっとちっちゃめの横型のプロパン、のタンクがあったりします。これの難しいところが、プロパンどこにあるのかちょっと分かりにくいんですよね。僕たちのプロパンどこにあるかの探し方は、まあ行きたいところのガソリンスタンドの航空写真で、そのプロパンの形を探してあるかどうかを確認するという方法をしていました。まあ、肝心なでは入れ方についてなんですが、まあ、これも様々で、店頭に行って店員さんに、まあ、プロパン入れてくださいっていうところもあれば、プロパンの横にボタンがあって、そのボタンを押すと電話がかかって、呼び出しみたいな、呼び出しができて、まあ、プロパン入れたいんだけどっていうと店員さんが来てくれたり、そういうパターンがあります。で、プロパン入れるときはちょっと危ないので、まあ、みんな一回外に出てくれと、言われたりすることもあります。で、その後に店員さんが、まあ、何円だよとか値段教えてくれるので、まあ、店頭に行って、支払う、もしくはその場でカード払いするパターンがあります。だいたい紙を渡されるのか。そうですね、だいたいその何リットルかな、何リットル入れたかの数字が書かれた紙を渡されて、でそれをレジに持っていく感じなんで、それで支払います。注意してほしいのが、プロパンなんですけど夜入れれないことが多いです。そうなんですよね。これはなんでかっていうと、プロパン危ないので、夜にそういう作業をするのがちょっと危ないからできませんみたいなことなのかなと思いますが、なので、まあ、プロパンを入れるならお昼のうちにお願いします。お昼の時間、まあ、大体入れれる人がおじさんなんですけど、多分12時から1時の間に行っちゃうと、その人が昼休憩とか取ったりする可能性がかなり高いんで、12時から1時は外して行ってみてください。僕たちはそういう経験がありましたはい、というわけで今回はプロパンについてお話しいたしました。ではまた次のキャンピングカーの解説の動画でお会いしましょう。ではでは、これは残さなくてピースだね。はい、次行きましょう。